んがさ、いやスイちゃん、え本当にさ、スイちゃんとはさ、ダスピンもそうなんだけど、関わる機会が結構多くて、でダンス練習もやっぱり一緒になるんだよ、だから。で、その後、このライブのダンス練習もあるから、スイちゃんと一緒になるやん。で、最強も一緒だから、スイちゃんと一緒になるやん。もう結構スイちゃんと一緒になるんだよね、最近ね。最近ね。スイちゃんって、歌ってる時は、あ、かっこいい。スイセイさん、みたいな感じなんだけど、歌ってないと結構やばいからね。なんかトアも結構やばいけどスイちゃんも結構やばいからね、ガチで。なんかスイちゃんなんか変なぬいぐるみ持ってウィーウィーとか言ったりするの、これガチなんだけど、これわかんないけど、そのぬいぐるみとかに魂が入ってて、それをスイちゃんが演じるの、スイスイちゃんだよウィーウィーみたいな、もうガチでこんな感じなの。あの歌ってる人とは別人なの、多分二重人格なんだけど、それは結構なんか最近知ったことじゃなくて、結構前にやられてて、もうやられてるって言い方もあれなんだけど、遊んだことも何回もあるから、おとはおー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 おおおこんな感じで、とはとはうー抱っこしてうーみたいな、もう本当にこんな感じで、もうだからもうとはとはおおーでも 2,3 回目ぐらいから無視してるスバルちゃんとかが初めてそれを目撃して、スイちゃんこんな感じでびっくりしてたんだけど、トアもなんか慣れてるから、なんかスイちゃんこんな感じだよって今日さ、スバルちゃんと一緒に見たの、トアも多分なんかちょっとその傾向あったらしくて、今日おー最高最高みたいな感じでさ言わなかったけど、トアも結構そういうタイプやでみたいなあ、そうなんだ、じゃあスイちゃんのことを見てるトアとトアのことを見てるスバルちゃんとか多分同じ気持ちなんだねって、そのスバルちゃん的には多分トアじゃなくより本当にスイちゃんの方がびっくりしたっぽい。